トロワゼトワルは、日本の競争場、繁殖品場。主なカチクラは2019年2020年の、京成配オータムハンデキャップ。2015年2月28日、北海道千歳市のヤシロ大ファームで誕生。ロードカナロアの初年度産区の一頭である。一口主法人、ヤシロ大サラブレッドクラブから総額2800万円で、募集された。名前は、フランス語で、 三つ星を意味する、トロワゼトあルと名付けられる。立党、安田孝之急車に入級。2017年7月2日、中京競馬場、芝1600メートルの新馬戦でデビューし、2番鉄一層から直線で抜け出して新馬勝ちする。起乗した、福永雄一は、操縦性が良くて、性格も良い,い。スピードがあるけど、マイルくらいまでが良い,いと思うとコメントした。 休養を挟んで、重症初挑戦となった、アルテミスステークスではババに足を取られて、伸びをかき、4着に敗れた。明けて3歳となった2018年は、フェアリーステークスから始動するが、スタートで出遅れて最後肩からの競馬となり、直線で追い込むも5着に終わる。竹豊かに乗り変わった、エルフィンステークスでは、コースタートから流れに乗りながらもラストで失速し、4着に、敗れた。 以降は、自己条件を使われるようになり、500万下から地道に、クラスを上げていった。2019年7月の豊明ステークスを、中段から差し切って勝利し、オープン入りを果たす。フェアリーステークス以来の重傷出走となった、京成杯オータムハンデキャップでは後続を引き離して、逃げると、直線に入っても後続に影を踏ませず、2着、ディメンシオンに三馬新反差をつけて解消した。 勝ち時計1分30秒3は同年のビクトリアマイルでノームコアが記録した1分30秒50秒に更新する世界レコードだった。1000メートルの通過タイムは一般的には速いとされる55秒4であったが当日は開幕週で非常に速い時計が出やすい馬場状態になっており、帰場した横山のりひろは体内時計がしっかりしたジョッキーには速いペースですが ババを考えると、そこまで、早くないですと、笑顔で語った。しかし、重症連勝を狙った、ターコイズステークスは2番手から徐々に後退し、離れた、再会となる。年が明けて、藤岡孝太に乗り換わった阪神牝馬ステークスは、逃げるも、ブービーの15着、初の GI となったビクトリアマイルは、三浦孝生とタッグを組む。レースは再び逃げ、 4着と掲示板に乗る。続く、中京記念は17着に沈んだが、関谷記念は1点構想し2着となる。連覇を狙っての出走となった、京成杯オータムハンデキャップは、安状が横山則博に再び戻った。スマイルカナに先手を譲って2番手に進み、直線では、外から伸びた、ボンセルビーソ、内で粘る、スマイルカナと3頭で競り合い。 1> 横一列に並んで決勝戦を通過。スマイルカナに花さ先着して勝利し、一着二着三着の間隔はいずれも花さ接戦を制した。日本レコードを記録した前年より3秒6遅い時計で走破し、連覇を達成した。JRA サマーマイルシリーズ2020では中京記念1ポイント、関谷記念5ポイント、 京成杯オータムハンディキャップ10ポイントの合計16ポイントを上げ、見事チャンピオンの座を手にした。その後、初の1800メートル戦となった、府中品馬ステークスは4番人気で4着となる。引退レースとなった、ターコイズステークスは、見せ場なく16着と、しんがり負けに終わった。引退後は、北海道千歳市の八代大ファームで、繁殖品馬となる。以下の内容は、 netkeiba.com の情報に基づくありがとうございます。